武田林太郎5月9日から1946年3月31日は日本の小説家。代表作に日本三文オペラ、伊原西閣、銀座八丁、一の鳥などがある。長男は詩人の武田文明、次男は川出書房の編集者の武田英介。1904年5月9日、大阪府大阪市南区日本橋筋東一丁目に父、サジロと。 母、住江の長男として生まれた。役所には5月15日生まれとして出生届が出された。この地は貧民屈であった。父、佐次郎は岡山県倉敷出身で天皇寺警察署詰めの巡査をしており、同じ交番勤務の霧渡り香るの長女、住江と知り合い、1902年11月に結婚した。佐次郎は巡査のからわら 弁護士を目指し、関西法律学校を1903年に卒業した。強盗犯などを逮捕し有能な左次郎は、その後、堺警察署会計主任、東警察署警部となり、林太郎の下に弟三人、妹三人が生まれる。1911年4月、林太郎は大阪市東、平野人城小学校に入学。この頃、一家は、 大阪市南区上本町7丁目に住んでいたが、翌年、父が警察署を退職。その少し前に、大阪市電の追突事故に遭い、痛めた腰の療養に単身で、有馬音声や故郷に行くなどして3年間無職生活となった。佐次郎は弁護士になる夢が捨てきれなかった。武田家は困窮し貧しい生活ながらも、林太郎の成績は良く、 三年生の時には副球長に選ばれ、三年と四年の終了時には学業優等総合科料の一番上の賞をもらった。五年の一学期には球長に選ばれた。この頃、林太郎は立川文庫などを単独した。この年に父も復職し南警察署詰の巡査勤務から始め、翌年に警部補となったため安定した収入が得られるようになった。 1916年2月、父が住吉警察署の司法主任となり、一家は大阪府東成郡安律町大和座安律に転居。5年生の林太郎は安律人上小学校に転校した。貧困法制学業有修などで修了し、4月26年に新旧市一学期、二学期の休聴となった。凄腕の父の指揮により、強盗事件が次々と解決し、 林太郎も、掲示部屋によく遊びに行っては、父にねだって、英語通弁会話の本を買ってもらい英語も勉強した。小学校時代には、漢学に興味を持ち、海徳堂の講義も聞いていた。林太郎は、安律尋常小学校を、卒業時に、貧困法制学業優秀、正禁賞のほか、大阪府東成郡役所からも貧困及び、学業成績科料の賞として、 ソロバーをもらった。1917年4月、両親の期待を背負って受験合格した大阪府立今宮中学校に入学。林太郎は背の低い両親に似てクラスで一番背丈が低く胴長でずんぐりしていたため、鎮畜林、チビとあだ名がつけられ運動が不得意であった。夏休み明け、父は 岸和田警察署ザキ文書の所長となり、一家は転居したため、林太郎は、父の名夫婦の家や、父の元同僚の村上吉五郎巡査の家に、下宿した。林太郎は村上に連れられて、南区竹屋町の泊り園所院で藤沢木派の講義を、聞きに行き、後派の長男で同行の藤沢武夫と顔見知りとなった。背が高く、 おしゃれで垢抜けていたつねおは、小柄なり太郎を可愛らしく思った。中学の友人らの影響で文学に興味を持ったり太郎は、1919年の3年生の頃は、島田誠二郎、徳富呂花などを読み、小説好きの母、墨江が愛読していた、尾崎紅葉の金色夜舎、泉京花、岩野方名なども読んだ。父の職業の影響でそれ以前にも、 探偵小説なども読んでいた。1920年正月、文章世界新春特別号の文史録を見て、小説家になる野心が芽生えた林太郎は、それを母に告げた。母は、岩の法名くらいに耐性しなければ意味がなく、それは困難だろうから、文官高等試験に合格し管理として堅実な、道を行くことを悟した。そんな妊娠8ヶ月の身をもの母。 す江が1月20日、洗濯中に、主観で倒れて21日に病院で死去した。その寒い夜、号泣し、悲嘆に暮れた林太郎は、やはり小説家になろうと決意した。その後、昇降熱で寝込んだ林太郎だったが、無事に3年を終了した。4年になった林太郎は、背が約5センチ伸びたが、母の急死の打撃で授業は、欠席がちとなり、 様々な文学作品を読みあさっていた。小説家の目標とした岩野方面が自分の誕生日に死んだことで何か因縁を感じ、自分と同様に作文のうまく、よく先生から読み上げられる他のクラスの藤沢武雄を常に意識していた。シネマが好きだった林太郎は妹たちを連れて球場振動の松竹座や四季島クラブに行き、チャップリンやロイドの映画を よく見ていた。この年の12月に、修作、牛、どうかを書いてみた。1921年、4年の成績は落ちたまま、終了し、5年に進休。父の再婚話が暮らしきにいる、父の姉から持ち込まれ、29歳の三ヨが、武田家に子歳としてやってきた。その日、林太郎は夜遅くまで家に帰ってこず、家族は心配した。 妹たちはママ母,母を受け入れたが、林太郎だけはずっと新しい母に馴染めず、お母さんとは呼べなかった。この今宮中学時代に、商品、老人が、中央文学1921年5月号の、検証3文化作に掲載された。1922年、今、旧中学校を卒業し、同級の藤沢武竹や尾野勇は、新設の大阪高校を受験し合格したが、林太郎は、 京都の第三高等学校を受験して失敗した。5月、父と共に池田の豊野軍役所に行き、小学校教員の就職を依頼するが、応募が多く欠員の見込みもないため、やはりもう一度受験のため浪人することになった。受験勉強の合間に様々な作家の小説を読み、自身も中学世界に短編作品を送ったりした。10月には受験し 考え方に鈴木くんのことを投稿し、藤森誠吉の選考により、第1位となった。鈴木くんのことは、翌年の1月、新年号に掲載された。林太郎は一校受験を希望するが、経済的な理由で父親に反対された。1923年4月、第三高等学校文科校類に進んだ林太郎は、ある日学生掲示場の横で、 ガマガエルのような顔でズックカバンを肩にかけている目立つ男が気になった。誰かと人に聞くと落第を二度した参考の主、古田抜きと呼ばれる男として有名なカジモトだった。クラスで一番背の低い林太郎は高下駄を履き、運動神経のなさなどの劣等感から巨星を張って、平易派防のブライの格好で次第に学内で目立つようになった。 創作した短編も大阪京新聞などに投稿し、和歌山牧水や佐藤春夫を読み、田山家体の随筆を通じて、伊原才覚を知り、長い花風を愛読した。ある日、三年の中谷高尾から、劇研究会の回覧道認し、学水会雑誌への寄稿を依頼された林太郎は、以前に書いた、どうかを6月に投稿した。その後、林太郎はグラウンドを歩いているとき、 同志に作品投稿していた劇券のカジイモトジロから突然話しかけられて自作、矛盾のような真実の感想などを求められ戸惑った。今度君がいいものをきっと書いてくれとカジから丁寧に言われて林太郎は恐縮した。次第にカジと親しくなった林太郎は、カジが卒業するときには愛用の肩掛けズックカバンをもらい受けた林太郎は、 カジエがいた三攻撃研究会に入会し、ドイ一ツを、清水増美、浅見敦氏、奈良本名、夫らと同任し、マヒルを発行し、新編観察的な短い文章を寄稿した。この氏名は、横光一の頭並びに腹の書き出しのマヒルである。特別急行列車は、日南で付けられた。1926年4月、 東京帝国大学文学部仏文化に進学し、本郷区追分家長11番地の長英館に下宿した。参考の先輩の梶井い次郎、中谷隆夫らと交友し、三好達治とも知り合った。しかし、出世欲の強く計算高かった林太郎は、彼らの同人し、青空とは肌が合わずに同人加入はしなかった。林太郎は、 中学時代の同級生の藤沢武雄が大阪高校在学中の1925年3月に始めた同人誌辻馬社の方に加わった。藤沢は新感覚派的な首を5月に発表して川端や砂根や横三釣り市から注目されていた。林太郎は浅草やバスエで遊んで登校せず、やがて労働運動に共感を覚え中退した。 1929年1月に創作月間に狂気を発表し一部で注目され、同年6月に文芸春秋に暴力を発表した。この作品は発禁となり部分的に削除されたが原文を取り寄せた川端康成に文芸辞表で表現の力強いテンポなどを評価され、武田はプロレタリア作家として分断に地位を築いた。 1933年に、林房さや小林秀夫が創刊した文学会に川端と共に参加。1936年には、人民文庫を創刊し主催したが発金となり、莫大な借金を背負うことになった。プロレタリア文学への弾圧を経て、転校。井原西閣の浮世像史の作風に学んだ、姿生子とものを表し、時代の庶民風俗の中に、 新しいリアリズムを追求する独自の作風を確立した。1942年には川端が編集代表となり、島崎東村、志賀直也もいた期間、役もでも武田は編集同人になった。武田林太郎太平洋戦争中は陸軍報道範囲としてジャワ島に滞在。1944年1月に無事帰還した。 1943年には、武田が文学の神と崇めていた、徳田修正が亡くなっていた。1945年5月25日の東京空襲で、麹町二番町の自宅が全焼し、6月に、妻、とめの実家のある、山梨県甲府市伊勢町の縁密寺に疎開した。そして、そこでも7月7日の甲府空襲に愛全焼し、 道県の深川村の広志園児に妻子と共に移動した。敗戦を告げる玉音放送に気力を喪失した武田は非常に落胆。戦後の作品、田舎者歩くや人手にはその心境が反映された。田舎者では疎開先から上京し東京の荒れ地を見た時の自身の悲痛を幕末の天野八郎に固くして綴った。ああ、戦争は負けて両んだ。 取り返しのつかぬことになったと、深い破滅の淵を待つ逆さまに目にも止まらぬ、速さで転落していくに似た幻想に呼吸も止まるくらい、苦しまされたりした。武田林太郎、人で敗戦の年の12月には、神奈川県藤沢市、片瀬西浜の家を借りた。武田はその家から東京に通い、共に、徳田修正を尊敬する川端と協力し、 中世の作品集の観光に向け勤しんでいたが、中世の息子、徳田一穂の突然の不可解な返信により出版は翌年の3月初旬に頓挫した。武田は新聞小説を2本抱えて多忙であったが、上京時には新橋や有楽町で飲み歩き泥水の日々だった。中野にいた愛人、千代の家に泊まって自宅に帰らないこともあった。 1946年3月23日の夜、泥酔していた武田は終電を大磯まで乗り越し、豪雨の中を3キロ歩いて、茅ヶ崎駅まで戻り、駅中で原稿を執筆した後、徒歩で帰宅。24日の昼に原稿を持って上京し、帰宅後に再び執筆。25日に40度の発熱で寝込んだが、26日から無理をして執筆作業をし、 28日に激しい頭痛となり、医師を呼んだ。29日に医師が、カンフル剤などを注射するが、30日から、渾水状態になり、体中が痙攣を起こして、既得状態になった。武田の家に駆けつけた高見淳らが、東大法医学の医師を呼んで農園だと分かったが、近くに、緊急の入院先が見つからず、応急処置も聞かずに31日に、 再び発作を起こして死去した。武田は長年の飲酒からか観光編になっていた。吉行淳之介は武田の死因について、当時、カストリ常駐などの粗悪な密造酒が流行しておりそれにはしばしばメチルアルコールが混入していて失明するものや命を落とすものが多く、武田の死因もメチル入りの酒を飲んだからだと述べている。ありがとうございます。